はい、こんにちは。本日の動画はキャンピングカーの家庭用エアコンを制限なく使いたいということで、デルタマックス2000がセールしてたので思い切って購入しました。このデルタマックスをキャンピングカーのどの場所に設置して、これで家庭用エアコンは何時間運転できるかを検証したいと思います。これで暑い沖縄車中泊を快適にしたいと思います。今日は9月30日です。明日から10月になりますけど、沖縄まだまだ暑いです。動画は2回に分けて皆様にお伝えしたいと思います。まず1回目の動画は、この大きいデルタマックスをキャンピングカーパピー480のどこに収納して家庭用エアコン用に使用するかを伝えたいと思います。ですが、もう動画で映ってる通り、サードシートの下に EF デルタと一緒に収納する予定でございます。そして2回目の動画で、デルタマックス2000を使って何時間エアコンが運転できるかをお伝えしたいと思います。キャンピングカー用にポータブル電源を購入しようと考えている方の参考になればと思います。では、まずなぜ私がデルタマックス2000を購入したかというと、私は EF デルタを持ってますが、先日家庭用エアコン何時間運転できるかを検証したところ、エアコン温度設定 25.5 度の風量静か設定で約4時間運転することができました。このためデルタマックス2000があれば一晩持つだろうと考えて購入しました。そしてもしもっと電気が必要な場合には、デルタマックス2000はバッテリー拡張ができるということ、またアプリ操作ができるということと、このバッテリー容量の割にはサイズが小さいということが購入した理由です。 EF デルタにアプリ機能とバッテリー拡張機能があれば、購入せずに拡張バッテリーを追加で購入していたと思います。今はバッテリー拡張もできるデルタ2が販売されてますので、私と同じようなことを考えている方は、デルタ2かデルタマックスがいいかもしれません。また、鉛バッテリーでエアコンを運転するより、なぜかポータブル電源でのエアコン運転の方が、エアコンの冷気が冷たく感じました。まず私は何がやりたいかというと、走行中や鉛バッテリー残量が 60% くらいまではインバーターを使用して、鉛バッテリーから家庭用エアコンを使用します。そして就寝するときに朝までデルタマックスを使用して快適に家庭用エアコンを使いたいのです。沖縄の夏の車中泊は鉛バッテリーだけだと寝苦しかったためです。今まで小型扇風機を2台、小型サーキュレーターを2台、小型冷風機を1台購入して対応してましたが、ついに限界だと感じました。今年の8月、車中泊しましたけれども、沖縄でですね、とても暑かったです。キャンプ場で車中泊しました。私たちは沖縄在住のため、いつも家庭用エアコンを使用します。車中泊地やキャンプ地に到着して停止してからもずっとエアコンを運転してますので、8時間や10時間は設定温度27度、風量静かであれば連続運転できますが、私たちは19時か20時くらいからずっと停止した状態で家庭用エアコンを使用することが多く、そうすると朝7時までは約12時間ほどになりますので、なかなか連続運転できません。このため、就寝する22時から朝8時までは、このデルタマックス2000で対応しようと考えたわけであります。では、まずデルタマックスを車内のどこに収納するかというと、サードシートの下に収納したいと思います。先ほどから映ってますけどね。ここに収納する予定で、いろいろな大容量ポータブル電源のを探してですね、サイズを見てデルタマックスにしました。ブルーティー200マックスも検討しましたが、高さが入らず断念しました。では次に家庭用エアコンの配線をどうするかですが、1500ワットインバーターから100ボルト用のコンセントを抜いて、これを延長コードでサードシートの下まで引いて、直接デルタマックスをつなげていきます。配線ですけれども、こちらインバーターですね。インバーターに刺さってたこのコンセントを抜いて、
延長コードのコンセントをここに挿して、で、抜いたインバーターのコンセントにも延長コードを挿してます。ですね、延長コード2つ使ってますね。で、これをずーっとここの通気口の蓋を取って、通気口、これですね、これ簡単に取れますから、これ通気口の蓋を取って、モールを使ってサードシートの方に行って、この上をずーっとこうやって通して、そしてで、サードシートの横をこう通して、で、こっちも通気口があるんで、これも外して、こういう感じですね、外して、この延長コードを中に入れて、サードシートので、これをこのサードシート後ろのここに持ってきてますね。ちょっと正直配線の説明下手で意味わからないかもしれないですけど、これちょっとインバーターって書いてありますけど、結局インバーターに刺さってた線を抜いて延長コード2本でつなげてる状態です、これ今。で、これを抜いて、このデルタマックスポータブル電源って書いてあるのに、これに挿すと、エアコンがポータブル電源のデルタマックスから電気を使って使用できるという状態ですね。ですね、これ2つありますけど、インバーターで使うときは、これを挿す。で、ポータブル電源のデルタマックスでエアコンを使うときはこっちに差し替えるような。感じになります。これで意味わかりますかね？ちょっと説明難しいんですけど。で、このデルタマックスっていうこの延長コードは、このデルタマックスの AC 電源から引っ張ってる状態ですね。ですんで、これコンセントを差し替えれば、インバーターからでも、デルタマックスからでもエアコンが使えるという状態になってます。で、もっと言うと、AC 電源で使うコンセントはすべて、これを、ポータブル電源っていうのに差し替えることによって、電気はポータブル電源、デルタマックスから供給されるという形の配線になってます。難しいですよね。ちょっと説明してて難しいです、僕も。で、このインバーターに刺さってた、こちら、これを抜いて、この電源っていうのはもう 100V の電気の電源なんですよね。100V 用の家電の電源です。だからエアコンも使えますし、パピーの 100V のところのコンセントは全部これから供給されてますんで、これを延長コードでサードシートまで引っ張ってるっていうことです。それでサードシートの、ここですね。こっちもこっからですね、下に穴開けなしでコンセント通るんで、ここ。こっちからでも手回せば、ここに穴開いてるんでね。こっちの、ポータブル電源の電気のコードをこっちに持ってくることできます。こっちでも。どっちでもできますね。
そしてデルタマックスをサードシートの下に収納して、操作は携帯アプリでできます。アプリはバッテリー残量を見たり AC、DC 電源をオン・オフすることができます。ただ問題が発生しました。私は電源オン・オフ自体もアプリでできると思っていたのですが、それができません。そして解決方法を考えました。スイッチボットを購入して電源はオン・オフしたいと思います。先ほどから EF デルタがサードシート下に収納されているのが映っておりますが、 EF デルタもスイッチボットを利用してここに収納しております。ただ EF デルタはアプリ操作できないので、バッテリー残量はサードシートを開けて見るしかありません。今まではキッチンや通路スペース、テーブルの足元に置いてましたが、それが邪魔にならないのでサードシート下に収納しております。スイッチボットめちゃくちゃいい感じです。スイッチボットこんな感じで使います。これアプリ今開いてるんですけど、こうデルタマックスっていうのを押します。はい、これで電源入りました。これまた押す。はい、これで電源切れました。 EF デルタこちらにありますけど、 EF デルタもスイッチボットで操作してます。これ使ってます。スイッチボット Bluetooth でつなげられるんで、ネット環境がなくても使うことができます。これを押すと今ピッてなりましたけど、 EF デルタ電源オンになりました。でこの2番こちら押すと、はい、 EF デルタ AC 電源 100V の方ですね、オンになりました。これでもう一度押すと消えます。じゃあこちらで見てみますね。これ AC 電源の方ですね。こちらは今電源オンしました。次 AC 電源オンします。はい、オンになりました。 AC 電源オフ、オフですね。スイッチボットめっちゃ便利です。じゃあ充電方法について私が考えていることを紹介したいと思います。まず1番、車外に持ち出して充電する、家のコンセントで充電するっていうことですね。ただ下ろすのがめんどくさいです。で2番、キャンピングカーの外部電源コンセントを使用する。キャンピングカーの外部電源は 1500W を想定します。 15A ですかね。デルタマックスは急速充電 1500W の充電と通常充電 400W 前後の充電が選べますので、通常充電を選びます。この場合充電時間はデルタマックス2000の容量は 2016Wh のため約5時間必要です。ゼロから充電すると5時間かかりますね、通常充電だと。ちなみに EF デルタは充電入力ワット数を選ぶことはできません。 AC コンセントからだと急速充電の 1500W ぐらいの入力になります。はい、デルタマックス充電始まりました。こちら通常充電で充電しております。そうするとこの 300W 前後になりますね。あ、 400W か、 400W の380とかそれぐらいで充電されます。これ急速充電に変えてみます。はい、急速充電に変えました。入力数がすごく上がっていってますね。どこまで上がりますかね。行くなぁ。
あ、ここで落ち着きましたね。1500ワットまではいかないですね、入力。1400ワットで入力されます。これで約2時間で満充電になります。2016ワットアワーですね。デルタマックス2000。めっちゃ早くていいのではないでしょうか。3番、走行充電する 12V コンセントでデルタマックスもしくは EF デルタへも充電することができます。ただ、充電の入力数は 80W 前後とかなり低いです。デルタマックスに関しては、通常充電の 400W 前後選べますんで、走行しながら AC コンセントに挿してですね、400W で充電してもいいかもしれません。4番、キャンピングカーのソーラーパネルで充電する。停車中は、私のキャンピングカーはソーラーパネルが乗っているため、天気によりますが、発電しますので、12V コンセントで充電することができます。天気がいい時は、12V 充電使用電力よりソーラーパネル発電電力の方が高いです。もちろん AC100V からもデルタマックスを充電入力数を通常充電の 400W 前後であればできますが、サブバッテリー容量が消費されます。消費電力が高いためですね。400W 前後だとですね。では以上で今回の動画は終わりです。次回の動画はこの設置方法で家庭用エアコン何時間使えるかを検証しますので、ぜひ次の動画も見てください。また今回購入したスイッチボットやデルタマックス2000は概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方はチェックしてみてください。またチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。では皆さん、良いキャンピングカーライフを。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日はちょっと声がおかしくてすいませんでした。